はい、 J チャンネルです。皆さんお元気でしょうか。今日はねピックですね、ピック雑談ということで、ね、ピックの、おすすめですね、おすすめないかな、僕の使用しているピックをね紹介したいと思います。これあくまで僕が使用しているやつですね。あの動画でも言いましたけどね、あのエンコードしてるんでなかなかねあのピックしっかりこう正しい音がね伝わらないんですけど、まあ、僕が使ってるピックをまあ紹介しますと、おすすめではないですよということで紹介します。アンケートを取ったと思うんですけどね、あのティアドロップ型とおむすび型、おむすび型が結構ね多かったんですけど、僕はねティアドロップを使います。ティアドロップ帽子がおかしい、ティアドロップと、おむすびは使ってます、両方使ってます。使い分けてますね。やっぱりねあのおむすび型はこうストローク引くときに、まあ、すごく安定してるんですよ、ね、で僕はこの第一関節でこう尖ってるところをやって、ね、ピックが動かないような感じですので、ストロークやる曲とかによってピックは変えたりするんですね。で今2つやってるのはあのメーカーとしてはね、マスターエイトジャパンと、ジムダンロップ、両方この2つを主に使ってます。マスターエイトジャパンというのはこちらインフィニックスかな、この黄色のやつですね、 0.8 かな、 0.8 のやつと、ちょっとこう深みがかったやつの、それ別光っぽい色がこうね、こういうやつの今出ていると思いますけれど、ティアドロップ型とおむすび型2つやってます。若干ね若干違う、これがこちらのティアドロップ型。このアップなした時にすごくこう跳ねる時にすごくいい感じですね。であとはあの黄色型、黄色のティアドロップ、こっちの方がね若干マイルドなんですよ。ハードなんだけど、だからハードな太いかな、ででも 0.8 だよね、 0.8 太いけど硬いけど、硬いとマイルドになるかな。これはもうあの僕の耳で選んでるやつですね。でこれがおにぎり型ですね。で、こちらがこちらですね、インフィニックスの、結構同じ系統の音がしますけどね。であとは、今使ってるやつで、ジムダンロップです、ね、これちょっとね別光に近い音がするんですよ。硬い 0.73 なんだけど滑り止めがついていて、結構硬質な音が出ます。あとは別光ですね。こういう感じですね、別光のおむすび方。ジムダンロップはグリーンとブラウンがありますが、同じものです、 色違いです。このアップを使おうと思ったらこの黄色が、アップの音を少しマイルドにしたいときはこれですね。すごいマイルドなんですね。ティアドロップ型とおむすび型の違いは、前を見ましたが、一歩一歩行くときはティアドロップ型、
結び方は弾きにくいですね。だからジャーンと流すのは結び方の方がいいけど。であとはチームダンロップのナイロンですね。ナイロンになると音がすごくね、やっぱりこう優しい。他のに比べてこもってる感じがするでしょ。もちろんこれと、こっちの方が粒がこうしっかり出てる感じね。輪郭がはっきり出てるに関してナイロン弦はフワッとするんです。この違いに関しては弾き語りのピックの、まあ、使い方とかね、選び方に関してまた違う動画で、話してますのでね、長くなりますので、まあ、そちらの方もよかったら見ていただきたいと。今は今回はお気に入りのやつを全部ご紹介しました、ね、だからピック、ベッコーと普通のやつとナイロンをこの3種類使ってるということですね。で、おにぎり型とトライアングルですねとティアドロップも交互に使ってるという感じで使っています。これが僕の使用しているピックですね。なので昔とはだいぶ違いました。紹介いろいろピックを紹介しましたけど、だん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 変わってきてるという感じですね。まあギターによっても違いますし、ギブソンならギブソンね、違いなら違う、ヤマハならヤマハとか変わってますけど、あと曲によってね、ジャーンと弾く曲とゆっくり弾く曲ではまたね違って使ってますね。そこらの使い分けはしてますので、あまり気にしないわけじゃないんですけど、そこまで神経質にはなってないけど、ある程度こうね、使い分けてるっていう感じですかね。まあ、弾き方によっても違うんですよ。だからピックを変えれば上手くなるっていう話でもないし、いい音が出せるというわけでもないんですけど、やっぱりこうお気に入りだとやっぱ違うんですよね。これはマスター8ジャパン、あ、これは別個だな、ちょっと弾きにくいな、マスター8ジャパンが今一番やっぱり多分お気に入りかな。ギターの輪郭をはっきり出したいときにマスター8ジャパンを使ってます。だからいい音っていうのは別個はいい音出るんだけど、やっぱ伝わんないですね。やっぱりもう録音した音とやっぱこういうこの生で弾く音はやっぱり違うんですよね。なんかでこの何種類かを今使い分けてるという感じでやっておりますので、J チャンネルで使う J の使用ピックをご紹介いたしました、これ参考にしていただきたいと思いますので、ね、音を聞いて弾き方を聞いてね、参考をして自分の持ってるギターとね、照らし合わせて、よかったら参考にしていただければと思います。 J チャンネルでした。ではまた、はい、次の動画でお会いしましょう。ではまた。ティアドロップス。ティアドロップスじゃない、ティアドロップかな。ティアドロップ。